じゃあやっていきましょう。アベンジャースクール朝活、今日の担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日も朝からありがとうございます。ありがとうございます。まあ、先ほどちょっとお話聞いて聞かせていただいて、まあ、明後日からですかね、お仕事が、はい、僕も6時台の電車に乗ってるんですけど、昨日たまたま8時ぐらいの電車乗ったんですよ、うん、で2時間しか変わらないんですけど、朝の8時台の電車の方が寝てる人多いんですよね。あ、朝早い時間よりちょっと遅い時間の方が、じゃあびっくりして8割方寝てたんじゃないですかね、うん、座ってる、まあ、特に座ってる人なんですけど、うん、でも覚醒してないんですよね、体がやっぱり。あ、やっぱり朝はこう体を動かしたりとか、朝しっかり起きて習慣作ってる方と、もうあの状態で会社行って仕事ですぐできるのかなっていうレベルだったので、はい、ただ仕事行くために移動してるみたいな、うん、だから体、まあ小泉さんはこう朝にこう出ていただいてるんで、朝起きる習慣であったりとか、その体を動かすことによってスイッチが入るので、そこはまあこうやって今日もちょっとやって刺激を入れて、まあ、明後日に向けてコンディションじゃないですけど体調を整えつつ、まあ、そういってなんか今こうコロナうつみたいなのは、なんか出勤うつみたいなのも流行ってるらしいですけど、まああれはもう完全に皆さんうつになるだろうなっていう、もう、あの心が完全に仕事に向いてないですからね。それはまあ体を動かしてってスイッチを入れないと確実に無理なんですよ。ただ移動するだけっていう、もう会社に行くことが目的みたいになっちゃってるんで、自分にとってこうそこをちょっと入れつつ、今日は体を、まあ、全体的に整えながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ではちょっとストレッチからやっていきましょう。ここから音声ミュートでお願いします。では右足前出していただいて、前払いしましょう。で、上にぐーっと上げていって、体を反っていきます。1、2、いいですね。腰から反らないように背骨をぐーっと反らしていきます。と、えい。ではそのまま開いて、そうです。1、胸を開いていきます。2、息を吐いて、3、4、はい、OK。じゃあ反対行きましょう。左足に変えて、頭に習いします。で、上に上げていって、ぐーっと後ろに、1、息を吐きながら、2、3、4、ラスト。はい、OK。では反対行きましょう。そのまま後ろに、1、開いて、2、息を吐きながら、3、4、ラスト、5、OK。ではもう一度右足に踏み替えて、両手を後ろについて、もうやっと、膝裏ふくらはぎ伸ばしたら前について右手を開きます。1、戻して前、2、後ろ前、3、後ろ前、4、出していきましょう。後ろ前、
OK、では反対いきましょうか。左足に変えて、両手を後ろについて、右手、左手を開く。1、後ろ、前、2、後ろ、前、3、後ろ、前、4、息を吐きながらいきましょう。後ろ、前、5、はい、OK です。 OK、 では次はうつ伏せになっていただいて、肘をつきましょう。この状態で手を対角に伸ばすようにぐーっと斜め前に伸ばします。そう、指先見て、1、反対、2、3、息を吐きながら、4、5、6、あと2回いきましょう。7、8、 OK。 ではこのような形で腕立て伏せのような姿勢になります。で、このまま右足を前に出して、股関節伸ばしましょう。1、そうです、戻して、2、3、4、5、6、7、ラスト。はい、OK。 では最後ちょっと動かしていきますよ。両手を地面について前に進んでいきます。1、1、1、1、1、で全体伸ばして戻ります。1、1、1、後ろ伸ばしていきましょう。もう一度いきます。1、1、1、1、1、1、1、ゲットまでいったら足を持ってきます。1、1、OK。 で、少し水入れていただいて、トレーニングの方に移っていきましょう。ではですね、最初ちょっと背中周りからいきましょう。この状態で正座した状態から、体をここから前に少し倒します。少しお尻浮かせましょうか。こんな感じですね。そうです。で、万歳して、そう、万歳すると腰反らないように、おへそをぐーっと背骨の方に寄せます。そうです。で、肘を下げて、そう、1、あ、いいですね。ダップ、2、3、4、息を吐きながら、5、6、7、8、9、ラストは下で止めます。そう、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。いいですね。背中ですね。この辺使います。で、今度は肩甲骨の間をちょっとちぎっていきますよ。手を伸ばして、親指後ろにします。はい。で、手を体前に倒して、そうです。で、後ろに引く。1、2、3、そうです。4、5、6、7、8、9。はい、OK。その手を下ろして、で、後ろに引く。1、2、3、4、5、背中意識、6、7、絞って、8、9、はい、OK です。では、そのままうつ伏せになりましょうか。うつ伏せになっていただいて、で、この状態で体を上げずに頭だけ少し上げて、万歳します。手は浮かせます。で、この状態から、また肘を引きます。後ろに、下にぐっと。1、2、
三。顎を軽く引きましょう。四、五、六、七、下中意識。八、息を吐きながら九、絞ってキープ。一、二、三、四、五、六、七、八、九。OK。背中ですね。背中を意識しながら行きましょう。では次は、今の状態から手を開きます。こんな感じですね。ありがとうございます。で、開いて、肩が上がらないようにしましょう。こう上がらないようにして、このまま回します。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、反対回し。1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、OK。OK です。背中回りですね。やっていきました。では、次は少しですね、体全体ちょっと動かしていきますよ。うつ伏せになっていただいて、両手両足を少し上げます。でこのまま伸ばします。腰が反らないようにぐーっと伸ばして、戻す。1。伸ばして。2。背骨を、おへそを背骨の方にぐーっと押しながら、戻す。3。はい、4。よいしょ、5。腰が反らないように、伸ばして止める。6。あと2回いきます。7。ラスト。8。OK。で、膝を曲げて、体を揺らしながら、横にちょっとだけ移動します。こんな感じですね。1。お尻と、そうです、そうです、振って、横に移動します。1、1、1。で、右が行ったら、この左に行きます。1、1。上体を振りながら、1、1、1。はい、ラスト、1、1、1。はい、OK。意外と体を振るのって難しいんですよね。はい、今みたいに背中をつけながら感覚を使っていくっていうワークですね、今のは。はい、で、お腹を使って体を動かす、腹筋、体幹周りを鍛えていきます。はい、で、次はちょっと下半身一緒にやっていきましょう。よいしょ。まずは背中と一緒に使っていきます。立っていただいて、肩幅に足を開きましょう。頭の後ろに手を組んで、このままレッチリにしてお辞儀をしていきます。で、床と体が平行ぐらいになったら手を上げる、万歳。そうで、戻す。1。もう一度、ダウン、ダウン、ダウン。頭下げないように。目線上げたまま、はい、戻す。2。ダウン。そう、3。息を吐きながら。4。ダウン。5。ダウン。6。ダウン、ダウン、ダウン、7。いいですね。背中とお尻使って、8、もも裏。はい、あと2回いきます。ダウン、9。いいですね。ラストも、しっかり手伸ばして。はい、戻します。OK。背中周りともも裏、お尻ですね。では次はちょっと下半身いきます。スクワットですね。
足を肩幅に広げて、腰幅ぐらいですね。両手軽く30度ほど開きます。両手を前に。で、この状態から膝を曲げて、お尻を下ろしていきます。で、1、戻す。横から見ると、お尻を下げていって、戻す。2。そう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 。戻す。3。ハンドをつかないように、ダウン。4。ダウン。5。ダウン。6。しっかり下ろして下ろして、7、そう、体を倒さないように、8、目線まっすぐ、9、ラスト、10、OK。では次は、足をちょっと閉じます。閉じた状態で同じようにスクワットします。膝が開かないように、気をつけましょう。このままダウン。そう、アップ。1。ダウン。2。ダウン。3。ダウン。4。よいしょ。5。ダウン。6。もう一度下がって、7、そう、8、9、ラスト、グーッと下がって、アップ、OK、いいですね。では次はワイド、最後です。ちょっと広げます。では、つま先は60度ぐらい開いて OK です。で、手を前にして、今度はお尻に効いていきます。この状態から、ダウン。そう、アップ。1。ダウン。2。ダウン。3。ダウン。4。ダウン。5。よいしょ。6、ダウン、7、お尻下げて、8、肩に力入れないようにダウン、9、ラスト、お力抜いて、はい、OK、いいですね。じゃあちょっと水入れていきましょう。スクワットはやっぱりやり方いろいろあるんですけど、体重がかかるので負荷が結構強いんですよね。でも下半身のむくみだったりとか、足のだるさも消えてきますので、足の血液をぐっと上に上げるような効果があります。はい。なので、まあ時間ある時に、ああやってちょっとしゃがんであげたりするだけでも結構効果ありますので。はい。で、小泉さんだいぶ姿勢が良くなってるので、はい。あと注意点は肩にこう力が入らないように、こう気をつけながら、やっていきましょう。 OK、 じゃあ最後3分間のやつ少しやっていきますよ。20秒を3つ、これを3回繰り返します。で、今日は肘をついて、まずはこのままキープ、そうです、これをキープします。で、そしたら上向きになって上げて、またこれもキープします。背中でぐーっと、そうです、ベンチを作るような感じですね。いいですね。で、戻して、最後は寝た状態で足を上げてダウンして下腹部です。1、1、下腹部に20度ぐらい下げて上げる、これを繰り返します。 OK、 大丈夫そうですか。 OK、 ではうつ伏せでいきましょう。いきますよ。準備して5秒前。まずはこの状態でキープ。そうです。
背骨の方にぐっと近づけて、息を吐きながら、キープ、そうです、下を向かないようにしましょう。で、上向きになって、体を上げます。そうです。ぐーっと背中で押して、肩には力入れないように、ぐーっと背中を押す。いいですね。そう。背中に重力かけていきます。はい、ダウン。アップ。そう、下げて、上げてを繰り返して、頭をつけていいですよ。1。下腹部意識。ふう。ふう。よいしょ。いいですね。1。ふう。はい、頭までいきましょう。はい、シャルピン。2セット目いきましょう。そう、お腹ちょっと上げましょうか。お尻もちょい上げて、そう。そこでキープ。はい、上向きになって。いいですね。いい。1、はい、足を伸ばして下げて上げる。1、ふう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 。繰り返して、1。ラストやっていきましょう。よいしょ、キープ。そうです。いいですね。その姿勢でキープしましょう。2、1、下振りになって。そう、背中でぐーっとしっかり押して。2、1、はい、ラスト。グッと下げて、上げて、1、ふう、ふう、よいしょ、よいしょ、はい、ラスト、最後まで、1、はい、OK。 お疲れ様でした。水飲んでいただいて、はい、最後ちょっとクールダウンしていきましょう。では両手を横について骨盤を一回引きます。で、体を起こして胸を遠くに近づけるようにぐーっと倒して後ろを伸ばしましょう。もも裏、膝裏、ふくらはぎですね。息を吐きながら、はい、OK。 では、開脚します。開脚して、右手を遠くに伸ばすように、左のつま先に向かってぐーっと押します。脇と裏が伸びてきます。はい、OK。では、反対いきますよ。ぐーっと倒して、はい、OK。では、つま先をちょっと内側に向けます。こっち側に倒す。内側に倒して、体をちょっと前屈、遠くに手を伸ばして、そうすると、ももの内側伸びてきます。ずーっと、そうです。肩の力抜いて、息を吐きましょう。ふーっと吐いて。はい、OK。足プラプラします。 OK。 ではあぐらをかいていただいて、かかとを自分の方に寄せましょう。でぐーっと
肘で、ももをスタンディングと押し付けて、OK です。では最後、お尻伸ばしましょう。右足伸ばして、左足乗っけます。で、そのまま寝ていただいて、で、足を曲げます。で、間から手を通して、自分の方にぐーっと寄せて、お尻伸ばしていきましょう。はい、OK です。では、左足伸ばして、右の足を乗っけます。で、そのままぐーっと自分のかかとを寄せて、で、足を起こして、間から手を伸ばしましょう。そうです。で、ぐーっと自分の方向に寄せる。呼吸をして、息を吐いていきます。はい、OK です。では、こちら来ていただいて、音声をミットの解除お願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今日はですね、体を起こしてあげる抗重力筋といって、背中だったりとか、もも周り、足周りっていうのをトレーニングして、体を起こす。姿勢が起きると、体も起きてきますので、そういったような形でやっていきました。はい。デスクワークとか立ちっぱなしとか座りっぱなしがついたときは、ちょっとでも背中を意識して動かしてあげると胸も開いてきて、呼吸もしやすい状態になりますので、ちょっと意識をしながら、はい、やってみてください。はい。まあ、今週、あと金曜日ですね、土日とやっておりますので、お時間取れましたらぜひ参加のほどよろしくお願いします。はい、では本日もありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。